みなさんこんにちは、オルタナチャンネルのナイトです。ウィン渋谷ジモンです。ドライアイスが入ってます。はいはい。で、エタノール、このエタノールの中にドライアイスを入れるとマイナス79度の液体ができるんですよね。はい、そうだね。今回はその液体の中に風船を入れようかなと。俺の予想だとその膨らんだ状態で固まるんじゃないかな。それもろいね。で、まず風船ちょっと膨らますか。オーケー。さあ、このね、鍋に入るぐらいなんでちょっと小さめの風船です。で、あと、水風船も作りたいなと思って、これ、簡単に水風船が作れるやつ。あ、入れると一気に。そう、蛇口をここに繋ぐと一気に水風船がバーって出るやつ。なるほど。ちょっとこれ作りに行く。 OK。 3、2、1、こおー、来た。これで、これ自動的に離れるんだっけ。自動的に離れる。すげー、消防車みたいなのがいっぱい出てる。重さでなんか…おぼっ！あっ！ちょっと割れたんだけど。終わりや。あー、今あー、ちょっと危ない危ない危ない。生まれた生まれた。予想以上にでかくなったな。じゃあ、マイナス79度の液体作っていきます。オーケー。まずじゃあ、エタノールを。じゃあ入れます。はい。おお、すごい。こんな感じでめちゃくちゃ反応するんだよね。よいしょ。これがマイナス79度になる液体です。さあ、それではまずは普通の風船いくか。風船入れる。今つけた。はい。そこの方がね、多分ついてる。あれ、変わんない。変わってないか。小さくなってないよね。つけてる面どうなってる。あれ、変わんない。変わってないね。一緒か、形も。ただここがカチカチになってる。先端部分がカチカチ。ちょっとじゃあ水風船入れてみる。そうだね。普通の風船は変わらずだね。さあ、いきます。はい。お、音聞いて。じわじわいってる。入った。うわ、お、バキバキいってる。バキバキいってる。バキってる、バキってる。まあ、中の水がね、固まるのは確実だと思うんだけど。あ、割れてる割れてる。もう一個入れときます。よいしょ。やばい。おお、重っ。いくよ。おお、うわー、割れた。ここ割れた。これで割ってみる。いくよ。多分ね、中ミスだと思うんだよね。本当に。いや、中までこの短時間で固まるかな。いくよ。うわー、うわー、すげー。卵みたいになった。中身は固まってない。割る瞬間めっちゃ気持ちいい。ちょっとじゃあこっちは長時間やってみる。そうだね。多分ね、中の方まで固まってると思うんだよね。あ、割れた。じゃあいきます、最後これ。はい。お、硬い。硬い。うわ、だけど中は半熟だよ。中は半熟。うわー、だからかなり時間かかるね、これやるには。そうだね、表面だけはすぐ固まるけど、中は時間かかる。